どうも、このまるです。きーたろです。今日はあの日のザ・ファースト、シャープ3の2について話していきます。まあ、前回に引き続きね、翔太さん会っていうことで、前回はヨーローで終わったね。ねえ。やっぱさ、なんかヨーローってめっちゃ話せるよね。うん。いや、そうなん。もう、めっちゃいい曲だもんね。ねえ。私さ、本当にうちらさ、クリエイティブ審査のことクリネオって言ってたよね。そうね。しかもさ、面白いぐらいにどっちも言っとって、全然違和感なくて、言っとるとき。クリネオってなんか、こう、言いやすいし覚えやすいから、なんかそっちさーって言ってたんだろうね。もう変換されとったんやろね。変換されとった。やっぱクリオネみたいになんか可愛いじゃんね。言いたくなるみたいな。わかるわかる。わかるよ。そう。まあ、クリエイティブ審査の方だったね、前回はね。あとやっぱりさ、後ろでご飯食べてたのは、ガミさんだったね。そう、ガミさんだったね。いや、だからそこ注目したのがうちらぐらいなんだって。しかもさ、ガミさんかオグリさんかわからないって言ったらさ、ちゃんと教えてくださってすごい嬉しかったね。いや、そう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 。ありがたかった。で、まあ、続いては疑似プロ審査っていう、いよいよね、ムーボン、翔太さんはムーボンチームだね。いや、ここもね、またなんかドラマがあるというかね。そうだね。やっぱり結構そのムーボンのダンスについて、やっぱり苦戦してたのがさ、やっぱ本編ですごい描かれてたし、やっぱああいうダンスみたいのさ、あまりやってこなかったから、みたいな。そう、曲は聴いてたけど、ジャンルは、ああいうジャンルの曲とかヒップホップは好きだけど、まあダンスがね、やっぱノリが少ない振り付けだから、やっぱ翔太さんは結構ね、グルーブみたいなさ、乗ったりする感じだから、振りをちゃんと踊るみたいな感じは確かに、なんかあんま今までやってなかったみたいな感じだよね。本当に、だから本当にひたすら戦ってたな、みたいな。ね。なんかさ、そもそも今まで、こう、あまり、なんだ、振りをがっつりやるみたいなさ、ね、ニュアンスで踊るんじゃなくて、っていうのをやってこなかった時、苦手って言ってたのも、なんか意外だったし、あ、そうなんだっていうね。なんか、翔太さん自体はもちろんね、すごい人なんだけど、養老ぐらいまでの時って、なんかめちゃ完璧な感じのイメージあったじゃん。なんなら。わかる。そうだね。なんか、できないことないみたいなイメージだったよね。いや、そう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 。でも今回ここで、なんかそのムーブオンのところで、まあそういうさ、振りをがっつりやるとか、あとはやっぱ団体でいいのか、なんか自分がソロの方が向いてるんじゃないかっていう葛藤がちょっとここで、まあ開始というかさ、なんかちょっとわかる感じになるじゃん。なんかそこら辺が、ああ、なんか、やっぱこう課題というか、なんかリアルな悩みみたいなものってあるんだなっていうのが結構ね、衝撃っていうかね、翔太さんに関してはそういうところなんだなと思ってさ、見応えあるっていうかね。やっぱりこの疑似プロ審査、ムーボンのところは本当翔太さん、僕も個人的にすごい印象的だったっていうか、結構ザスト全体通してもすごい、なんか好きだったって言ったりあれだけど、結構翔太さんが苦悩して、最後の順位発表の時さ、まあ、泣いちゃうじゃん。あそこがね、やっぱり、うわーって、なんか来るものがあったね。で、まあ、スタジオのトークに入ってさ、まあ、翔太のベストパフォーマンスはっていうところでみんなが話すんだけど、やっぱみんな結構ムーブオンって言ってたね、他のメンバーが。ねえ。まあ、みんな言ってたのは、やっぱロアガーのところのがなりとかさ、ね。まあ、その翔太も言ってたけど、翔太さんの、なんかその、翔太色に染めるみたいなさ、自分の色に染めるっていうところ、まあ、それはさ、もちろん他の楽曲でもって言ってたけど、まあ、そのムーブオンも出てたってことだもんね。そっか。だから、ただ、楽曲を歌うだけじゃなくて、ちゃんと自分の、なんて言うんだろう、持ち味っていうか、色、カラーを出すっていうの、やっぱすごいよね。やっぱそこはアーティストだよね、本当に。みんなそこで大体さ、苦悩するっていうかさ、オーディションでも結構そういうとこよく見るよね。なんか自分の、なんか良さ出せないとかさ、なんか模索するみたいなんて結構あるけど、まあそこじゃないもんね、翔太さんっていつも。なんかそこはもう絶対ね、できてるみたいなイメージだよね。やっぱあれかね、音楽作ってたりするからだよね、こういうのってね、きっとね。そうだね。だから本当社長の言葉を借りれば音楽との距離がね、やっぱ近いからってことだよね。で、まあ、みんながね、もう、ムーブオンすごいいいって言ってくれてたのと、やっぱ画面が切り替わって、疑似プロ審査のね、まあ、結果発表のところ、ね、順位発表のところになるんだけど、まあ、そこでは翔太さんがね、9位ということで、まあ、前回ヨーロの後は2位だったから、まあ、結構大幅に下がっちゃうんだよね。ね。さっき言ったそのソロの方が向いているんじゃないかとか、なんか、そこでさ、ちょっと、そこでなんか、あの日のザ・ファースト的にはちょっとさ、切り替わって、レオくんがさ、悩んだ時期もあったじゃないですかってさ、どんどん審査重ねていくごとに、チームに必要な存在、もう本当にいてほしい存在っていう風に言ってたのが、なんか、ちょっと対照的な感じでさ、その翔太さんの悩みとは対照的に、どんどん必要になっていくみたいな。なんかちょっとそれがおもろいよね、本当に。
確かにそうだね。言われてみればこの編集の仕方あれだね。うん。あー、そっか。だから、他のメンバー的には翔太さんめちゃくちゃ必要だけど、翔太さん自身はそのグループでいいのか、ソロのが向いてるんじゃないかっていう葛藤のこの対比が確かにすごい浮き出るね。うんうんうん。うわー。なんか、うわーってなるね。なんか、すごく嬉しいことでもあり、いやでも自分がやりたいこととか、やっぱ自分が向いてることってやっぱ別だしね。うん。そうそうそう。ほんと、翔太とかもね。本当に普通にチームにいてほしいねとか、普通にいてほしい存在だからみたいに言ってるもんね。ね、そうそうそう。うん、生活と練習中にいてほしいよな、今でもって。うん、なんかさ、そこでさ、翔太さんがさ、いるいるどこでもいるからって、なんか、うん、電話してくれたらすぐ出るからみたいな。うん。なんそこら辺のなんか、こう、ふざけるや、なんか掛け合いみたいな。もしもし言ったらすぐ切るみたいなさ。なそういう掛け合いとかも込みで、うん、なんかその翔太さんの、なんか良さっていうかさ、いい翔太さん、なんか素敵だなって思うよね。なんかそこら辺のやりとりがね。わかるわかる。そうだね。ちょっとなんて言うんだろう。まあ、照れ隠しっていうこと一言で言っちゃったあれだけど、なんかその、ちょっと笑いに持ってく感じもいいしね。でも本当に来てくれるじゃん、なんか翔太さんって。なんかすごい最近思ったのかな、ミッションミッションのファイナルとかにもさ、なんか顔出してたりとか。ね。あ、確かに。そう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 。なんか、浩平くんのところにさ、ね、声かけに行ったりとかしてたじゃん。なんか、そういうのとかも含め、本当に顔出してくれる人だからさ、結構ほら、社長を呼んだらさ、ほらあの、なんだっけ、ダンクのさ、うん、ドリカムの中村さんとかとの対談とかにも来たりとかさ、フラット。まあ、そうだよね。本当に読んだら来てくれるっていうのもさ、やっぱなんか、わかるから、なんか、本当、いいね。ね。だってすぐ電話出るのめっちゃよくない？なんか出ない人だって多いよね。全然、全然電話出ないじゃんみたいな。わかる。なんか、あの人いつも電話かけて全く出ないっていう人いるんよ。わかるわかる。それと逆なんだよね。いいね。ちょっと翔太さん見習えって言いたいよね、そういう人にね。そうな、そうな。ね、でも本当になんかいいよね。やっぱそのママって言われてたのもあってさ、やっぱその精神的支柱っていうか、音楽面でもクリエイティブ面でもそうだし、やっぱなんか心の支え的にもね、なんか必要だよね、翔太さんって。うんうんうん。うん。で、まあその次が VS プロアーティスト審査っていうことで、To the First に突入だね。で、ここでは、やっぱり翔太さんがね、振り返ってるインタビューでは、やっぱりその、前回がね、9位だった、議事プロ審査が9位だったっていうのもあって、順位が落ちたタイミングだったから、もう、僕の中に火がつきまくっちゃっていたって。うん。やったるぞ、みたいな。ほんと、メラメラだったって、もう絶対やばいの作ってやるよ、みたいな。もう、でも11人でやることはすごい楽しみだったから、みたいな。なんかそう、楽しみって思ってるのがなんかまた翔太さん味あるっていうか。うん。しかもグループで見せるということにまた、まだ修行過程だったので、って。うん、ね。なんかそこでさ、なんかあんま折れてる感じしない感じがそうよくない？その、結構さ、最初のインタビューでもさ、もう本当にずっと集中してたし、そのなんか、そのなんだろう、テンションっていうか多分さ、そういう意識を切らさないようにしてたって感じだったじゃん。うん。なんか、あ、俺は、みたいな感じになってなくて、本当ただただ自分ができることをこう、やろうとかさ、ね。なんかそういう感じが、めちゃくちゃ大人だなと、すごい思いました。こだまるからは以上です。いや、でもそうだね。わかる。その折れてないっていうか、ちゃんと切り替えて、やっぱまださ、心の中ではさ、多分その葛藤みたいなのはあっただろうけど、やっぱり、やっぱ目の前のことをちゃんとこなすっていうか、やっぱ、それをちゃんと取り組むっていうところがやっぱいいよね。なんかそこでさ、もう俺はもうソロの方がいいと思ってるから、もう審査もいった適当でみたいにならない。まあそんな人いないけど、そんな人雑草受けないんだけど、雑草には残らないんだけど、そういう人は。俺残らないからのやつ。まあまあでもいろんなオーディション見てた、たまにいるよね。ああ、そうそうそう、もう合わないなってね。うん。でもやっぱりショットさんはいつだって全力だし、もうトゥーザファーストのショットさんもめちゃ良かったからね。ねえ。いや、わかるわかる。もうほんと、ソータの振りもすごい良くて、みたいな。なんか、そのなんか、ソータショータの感じもすごいいいよね、やっぱり。あー、わかるわ。ソータショータわかるわ。だからさ、そのね、うん、もうそうなん。わかる。そうなん、そうなん。社長のね、社長の講演に急遽じゃなくて参加する、あ、急遽なのか。参加するってなった時の、なんか、やつでさ、ソータにそう言って喜んでくれたみたいな、あれも大好きだからさ、翔太ソータすごいわかるし、うん、私は翔太ソータたまに間違えるから、本当に。そう。わかるわかる。ちょっと、ね、どっちもすごくて、どっちもなんか名前ちょっと似てるとこあるもんね。そう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 。で、本当だからさ、その練習中もソータが結構すごい頼ってくれてるのを覚えてますって言ってて、そっか、だからさ、結構ソータがさ、振りも作って率先してまとめてたけど、やっぱり翔太さんを支えにしてたんだね。うん。
でもそこもなんかさ、翔太さんがソータを褒めてて、まあその、やっぱ凄さだな、みたいな。おごらないところ、ソータのおごらないところだな、みたいな。だからちゃんとその、リスペクトし合ってるやつもいいね。ねえ。なんかさ、こういうエピソードってきっとさ、もうめちゃくちゃあるんだろうね。うちらにさ、聞かされてないやつ。でも、なんか翔太ソータってやっぱちょっと分かり合えてるだろうみたいなとこあるからさ。うん、わかるわ。ねえ、なんかなんだろう。なんかさ、例えば、いや、わからんけど、なんかさ、メンバーじゃないからこそ言えることって多分あると思うね。BE:FIRSTやってて、ソータが。ああ、はい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 。なんかそれがすごいなんかなんだろう。何言えないことでもなんか、翔太さんだったら言えるとかなんかありそうだよね。わかるわかる。そうだね。ちょっと BE:FIRSTの外から BE:FIRSTを見てる人みたいな。だからそういう客観的なさ、意見とか、なんか、結構思いがけないこととか いい意見とかくれたりしそうだしね。いや、そうそうそう。なんかとりあえずちょっと話聞いてほしいっていう気持ちになりそうだよね。翔太さんだったら。わかる。でも BMSG にいるからさ、ちゃんとわかってるし、ファミリーではあるし。そうそう。めちゃめちゃいい距離感でいてくれそうだね。いや、そうなん。え？いいね。え、うちらの話も聞いてほしいね。うちらの話、なんかもう、ここと同じような会話しかしてないよね、マジで。確かに。大した話してないか。そう。で、大体急に48につなげて話して爆笑して終わるんで。そうそうそう。でもさ、翔太さんもさ、アイドル好きだったからさ、アイドルからスタートしてるから、うん、なんか、分かってくれるかもね、うんうん、話で。ちょっとは。ね、あ、そうだ、そう。なんか、アイドルから始まってっていうのが、なんか言ってたじゃん。なんか、うん、そう、当時のやつでもそう言ってた。かもしんないんだけど、私記憶なくて、久々にこのあの日ので見て、うん、あ、そうだっけと思って、あ、そっかそっかと思って、え、誰好きなんだろうとかすごい気になる。本当に。そう。いや、俺もこれ久々に聞いたけど、多分本編でも言って、うちらも話しとった気するんよ。それがこの前がどっかからの情報を持ってきたやつを話した気するんよ。うん、そう。だからそう。多分嵐じゃなかったかなと思うんだけど、嵐とかだった気がするんだけど、意外と。あ、そうなんだ。うん、おもろいね。そう、意外と、なんか意外と王道って言ったらあれだけど、なんか、わかる。ちょっと、おおってなるよね。うん、じゃあ、この話、じゃあ、誰かわかる方いらっしゃるんじゃない多分。うん、そうだね。多分、ザストフリークの方は絶対わかると思う。ああ、なるほどね。うん。で、まあ、トゥーザファーストで、まあ、レオと一緒に歌えたところの話をさ、翔太さんがしてて、キーミーはどうしたいのところのクロスするところ、いいよね。ねえ。なんか、同じ衣装でね、こうクロスしてね。なんか、ニコイチ感あっていいよね、うん、そこね。そう。そうしかもハモってね。うん。うん。なんかそこをどうやってやるかみたいな、どうやってね、歌うかみたいなのをね、レオと一緒に考えてやったみたいな。うんうん。いいなね。で、まあ社長と一緒にやったね、トゥーザファーストの振り返りとか、あとはインタビュー、みんなのね、インタビュー戻って、11人で一番面白いのは誰みたいなとかもあって、で、なんか、翔太さんが、なんかすごい配信者の真似とかするんだよね。モンスターになるんだよね。モンスターになってるんだよね。そうそうそう。それめっちゃ受けてるから、やっぱなんか、あれだよね。多分、すごい合宿中とかでやってたんかね。ね。だからさ、うちらに見せれてないやつが絶対いっぱいあるんよね。うん。いや、絶対あるだろうね。ね。うん。ママクラブのドレッシング使ってるとかね。それは注目するのうちらだけだから。別に面白くない。ただ使ってるだけだもんね、あれね。そう。別にお笑い要素ないんだよ、普通は。でもなんかこのさ、みんながめちゃ笑ってる感じとか、ほんとなんか男子交換ってすごくいいなって、微笑ましくなっちゃうよね。ああ、わかるわかる。なんかね、うん、やっぱ、あの空気感がこう、一緒っていうかさ、ね、なんかほんとなんか楽しそうっていうのが、そうそうそう。見ててなんかいいよね。そう、なんかその、だからお笑いの感じとかも、なんか面白いかどうかとかじゃないのよ。なんかやっぱこの、みんなが笑って楽しそうにしてるのを見るのがすごい尊いみたいな。いや、わかるわかる。うん。結局そうなのよ。で、まあ、そこでさ、翔太さんじゃないけど、マナトも面白いっていうところの下りで、やっぱりさ、これも久々に見て思い出した、あの、マナトの、打ち上げの時にさ、炭酸かなんか飲んでさ、これ合法かよっていうやつ。うん。もうあれ当時からさ、もう当時というか、あれが出てくる前からもうずっとコメントで合法解放のワードをもうなんかコメントいただいてたし、ね、うん、もうなんかすごい話題のやつだったからさ、もう覚えてるよね、よく考えればね。そうだ、そうそうそう、本当なんか確かに我々がこれを本編見る前からね、確かに単語としてはすごいもう聞いてたから。なんかマナトって本当あれだよね、その、絶対一緒にいると、そのなんか空気感みたいなのが多分あって、うん。だからこそ、こう、発するのがめっちゃおもろいんだと思うよね。あー、なるほど、わかるわかる。
そう、なんかね、多分独特のあれがあるんだろうなと思って。これ多分実際に行ったらすごい、なんかより伝わるんだろうな、だから会いたいっていうね、話なんだけど。結果的に会う、会うってやつなんだけど。しかもさ、なんていうの、なんていうの、その結構長い間過ごした中のさ、なんていうんだろう、さらっとした一言みたいなのがやっぱ面白いだろうから、結構長い間一緒にいたいよね。どこから行く？プロジェクト太郎から一緒に行く？あ、それ10歳ぐらいなんよ。そう、幼すぎよ。いや、でもわかる。マナトってやっぱその行間とかもあるから、マナトの面白さをさ、うん、堪能するには、なんかその、やっぱずっといたいよね、一緒に。気持ち悪い話だった。それで言ったら多分翔太さんもそうなん、絶対。翔太さん、うん、そう、仲良くならないと見せてくれなそうじゃん。ああ、そうだね、そうだね。ああ、でもそんなことないか。翔太さんって割と最初から挨拶さ、一人一人にしてくれるぐらいでさ、なんか、すごい丁寧な方だからさ、意外とすぐ仲良くなるために、パッて、そちらから、その翔太さんから心開いてくれるパターンか。ああ、そうだね。確かにちょっと、ほら、ジュノンがさ、ちょっと嫌だなって思うぐらいさ、結構あれグイグイ来るわけじゃん。最初から。せっかく挨拶してんのにね、嫌だな、そうそうそうみたいな。そうそう。それすら嫌だったとか言ってましょう。結構言いたい放題で、ね、よく考えればね、本当に。いや、そう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 。もうだってさ、翔太さんもさ、自分が結構奇抜な格好だって多分分かってるからこそ、その挨拶とかはちゃんとして、なんか、怖くないんだよっていうのをさ、見せてくれてるのに、それすら嫌だったとか言って失礼だよね。ゆくかいはめっちゃおもろいよね、そこで。めっちゃおもろい。それでも、ジュノンっぽいなっちゃ、ジュノンっぽいっちゃジュノンっぽいし。うん、仲良くなったからこそ言えるからいいんだけどね、全然。そうそうそう。もうこれ言えるのもさ、翔太さんの懐の広さだよね。うん。いや、そうそうそう。で、まあ、マナトのね、まあ、神社の音とかの話もあって。なんか、うん、これはなんか、BE:FIRST TV かなんかでもなんか聞いたことあるような、なんかこの神社の音ね。うん、うん。これも持ちネタなのかな？うん。で、いよいよね。これが本当のクリネオに突入ね。うん。なんかさ、今回はさ、そのチーム決めが自分たちだったからさ、なんかそのチーム決めについても、ちょっと話してくれてたじゃん、翔太さんが。うん。なんか意外とこう、譲れないものがあって、みんながね。うん。誰とチーム組むかっていうのがさ、まあ、結果的にはみんな大人だったから、すごいこう、うまく収まったみたいな感じだったけど、多少ピリついてたっていうのがさ、はい、すっごいリアルだなと思ってさ。うん、確かに、あれさ、本編でもさ、割と、結構すんなり決まった風な描写だったもんね。うんうんうん。そうそう。結果だけを結構、まあ決まったちょっとした過程と、うん、その決まったところっていう感じだったけど、まあ実際はそこまで、まあそれは多少ね、うん、どうするみたいな感じになるよねと思って。確かに確かにそうだよね。いやそこはちゃんとうまいことを編集してくれたんだね。うん。だから多分あれは M ネとかだったらサーサーしまくるやつないよ、本当は。いやーそうだね。で、こうチーム決めだけですごいもう1時間ぐらい尺ありそうだよね。やりそうさ。で、まあ、翔太さんはさ、もう、かの有名な、ショーマイナーサーベージでさ。うん。うん。まあ、ここはもう、伝説のユニットって言っても過言じゃないもんね。ね。なんか、しかもさ、やっぱり、この3人、この多分、せっかくっていうか、まあ、多分、翔太さんがやりたいメンバーと組んだっていう感じだろうからさ、うん、なんか、制作すごい考え抜いたっていう、なんか、いいものを作ろうっていうのをさ、軸にあったのか、めちゃくちゃ、なんか、一緒にやったみたいな。最後最後まで、こう、うん、メロディーラインだっけな。なんか変えたりとかさ。うん、結構こだわりの作品だったじゃん。まあ、そりゃそうだよね。だっていいもん、みたいな。ね、うん。そうだね。時間かけただけの、本当にめちゃくちゃ素晴らしいクオリティだったよね。うん。確かになんか本編ではさ、歌詞とかもね、歌詞とかも結構熟考して、本当にいいフレーズ思いつくまで、みたいな感じだったもんね。うんうんうん。で、本当に妥協せずやれてよかったな。もう最後めっちゃ楽しかったんで、つって。うん。でもすごいよね。ほんとさ、今さ、もう、ショーマネサーベージでさ、なんか MV も撮ったりとかさ、まあ、もちろん活動もあったりとかさ、うん、なんか、多分これ当時から、これを初めて見た時から、みんななんかさ、絶対いい曲だし、いつか活動してほしいな、みたいな感じだっただろうじゃん。うちらも、見た時もそう思ったし、うちらが。うんうんうん。実際そうなってからすごい良くないね。いや、そうだね。本当に、本当にそうだね。本当に実現してるね。だって本当に、ユニットとしても本当、まあ、ダンクに出たりとかさ。うん。ね。そっか、音源も出して、MV も出して。いや、そうそう。超理想だね。いや、超理想だよ。まあ、やっぱり反響が大きかったからだろうね、うん、しかも。ああ、そうだね。うん。うん。で、もう、シャイニングワンもう最後、いよいよ最後だね。シャイニングワンになって。で、翔太さんはチームシャイニングだね。うん。で、なんかさ、翔太さんらしいなっていうのが、僕たちのチームは曲を楽しむみたいなことを僕が言い出して、みんなでずっと大事にしてたので、そうした時間も長かった分、
それがそのまま曲につながったのかなっていう、そのやっぱ、楽しもうっていうところをさ、自分から言ってっていうのがめっちゃ翔太さんっぽいし、やっぱそのね、それがあったからこそすごいいいステージだったっていう感じがいいねっていう。確かにそうだね。それめっちゃ伝わってきたもんね。うん。そっかそっか。うわぁ、そっか、チームシャイニングもそうだな、なんかいろいろ思い出しちゃうな。ね。で、翔太にとってザ・ファーストとはどんな存在だったのかっていうね、質問に対して、もう僕の中で希望だった、みたいな。うんうん。もう叶った夢ももはやって、まあ僕の中では仲間と出会えたことが、出会えたってことが夢だったりするっていうね。うわぁ、すごいね。わかるわかる。めっちゃなんかすごい深いよね。なんかそのさ、今までの翔太さんの感じをちょっとなんか匂わせるというかさ、あ、もしかしてやっぱちょっと孤独を感じてたのかなとかさ、ね、アーティスト活動やってて、うん。なんか仲間を欲してたっていうのがなんかすごい、なんか胸にくるものがあるよね、うん。そうだね。いや、わかる。なんか一人でやってきて、どこか仲間求めてたけど、でもやっぱり、まあ、最終的にはグループじゃなくてソロっていう形にはなったけど、なんて言うんだろう。でも仲間はできたじゃんね、こんなたくさん。うん。そう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 。だから多分理想な形だよね、多分翔太さんにとっては。いや、そうだろうね。ね、なんか家がある中で、なんか一人部屋があるみたいな、そういう感じじゃんね。うん。いや、そう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 。めっちゃいいじゃん。でもさ、たまにさ、部屋飛び越えて一緒にやろうぜって正面なサベージがあったりとかってことでしょ？うん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 。うん。めっちゃいいね。ねえ。あとさ、やっぱなんか、ちょっとこれは編集なのかわかんないけど、結局さ、その、BE:FIRSTにならなかったじゃん。で、そこのところについてこう深掘りしないのもすごい良いなと思って。なんか変な感じにさ、なんか変にそこについて言わせようとしてたらすごいなんかちょっともしかしたらちょっともやもやしてたかもって思ったんよね。このインタビュー結構さ、そうそうそう、そういうとこなかったじゃん。確かに。てか言わせようとするインタビュー多いよね。いや、そうなん、そうなん。世の中には。うん。うん。わかるわかる。いや、そうだね。あ、確かに。だからこんな爽やかな気持ちで見れたのかもしれない。うん。うん、ね。ちゃんと前向きな感じで、ね。なんかそういう、あんまり脱落みたいなところをさ、フィーチャーしてないから。うん。うん。すごくいい。ね。で、あとさ、翔太の夢っていうのでさ、BMSG で思う夢はやっぱりみんなでライブしたいですねが、めっちゃ、それ叶ってんじゃーんと思って。確かにもう次の年とかに叶ってるよみたいな。ねえ、やっぱ BMSG フェスって、うんうん、そのやっぱ、社長の夢も叶ったけど、やっぱ翔太さんの夢も叶ったみたいなとこあるんかね。ああ、そうだね。そっか。しかもお客さんの前でっていうのは一番目の前にある夢はそれかなって言ってて、やっぱそっか、この時やっぱ本当コロナ禍真っ只中で。うん。お客さんの前でできるかどうかも分かんない時だったから、いや本当そうだね、本当良かったね、いろいろ良かったね本当に。うん。で、以上でね、今回はあの日のザ・ファーストシャープ3の2について、翔太さんの回についてやってったけど、いや本当なんか翔太さんもうドラマがやっぱ素晴らしいね。うん。あとやっぱ翔太さんの人間性の素晴らしさとか、ね、うん、インタビューとか聞いててもなんかそう伝わってきたし、うん。いや、なんか、すごい人だね。やっぱりその、BMSG の仲間として、いてくれる強さ。うん。今もだけど、うん。なんか本当いてくれることが本当大きいなと思った、改めて。うん。ね。なんかさ、この時は本当オーディションの参加者って感じだったけど、今さ、翔太さんのこと考えたらさ、もう、マジで BMSG の社長のなんか右腕やら左腕やら、みたいななんかね、うん、そういう感じじゃん、雰囲気も。そうだね。なんかそれに特に違和感もないからさ、よくよく考えればすごいよね。わかるわかる。なんかそうだね、なんか可能性すごいいっぱいあるよね。なんかプロデュース業とかさ、ね、うんうん、今後いろいろもっと関わってくんかな、みたいなね。うん、そうそう。まあだからさ、翔太さんのこれからが楽しみだよね。そうだね。